赤いシリウスの原因。それはシリウス B が桜井天体で見られたような短期間での色の変化を起こしたからだとシロスターさんは考えています。NASA は2019年に打ち上げる予定の新たな宇宙望遠鏡の準備を進めています。18枚の鏡を宇宙空間で展開し、口径 6.5 メートルの望遠鏡を実現する計画です。この望遠鏡による観測を目指しているのがシリウス C を探していたあのボネ・ビドーさんです。搭載される観測装置の開発にも協力してきました。赤外線観測が可能なこの史上最大の宇宙望遠鏡でシリウス C を見つけ出したいんです。ベッセルが予言したシリウス B を100年以上前に見つけたのも当時世界最大だったアメリカの望遠鏡でした。私たちもそんな発見を夢見ています。望遠鏡が進化するたびに人類に発見をもたらしてくれたシリウス。青白い輝きの中にまだ何かが隠れているはずだと多くの科学者が考えています。次は私たちに何を教えてくれるのか。シリウスをめぐる謎解きは続きます。